ライオンフィッシュは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、インド洋及び、太平洋南部に生息するミノカサゴにちなむ。熱帯ミノカサゴ、花ミノカサゴ、ライオンフィッシュは、1942年12月15日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ造船所で、寄港する。1943年11月7日に、ハロルド・シートレイン夫人によって、 命名、浸水し、1944年11月1日に、艦長エドワード・ディ・スプルーアンス少佐の指揮下、収益した。ライオンフィッシュは、ニューイングランド沖での成長巡航を終えると、1945年1月15日に、キーウェストを出港して、太平洋戦線に同し、新珠湾に開港され、紹介に備えて、サイパン島に進出した。4月2日、 ライオンフィッシュは最初の紹介で東、シ品川及び航海に向かった。4月10日には最初の戦闘を行い、日本海軍の潜水艦による日本の魚雷を交わした。5月1日には北緯35度58分統計124度05分、北緯35.967度統計124.083度、35.967124.083の地点で、 官砲により三本マストのスクーナーを破壊した。その後、両艦霊と合流し、霊が救助した B-29 上員を移乗させてサイパンへ送り届けた。5月22日、ライオンフィッシュは51日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島。艦長がブリッカー m ガンヤードに変わった。6月20日、ライオンフィッシュは2回目の紹介で日本近海に向かった。 7月10日、早朝、ライオンフィッシュは、足ずり沖で、浮上航行中の E168 型潜水艦と、応募式潜水艦を発見し、これは艦内に驚きをもたらした。直ちに戦闘配置を例し、敵潜水艦に対して、巨雷を2本発射した。乗組員は、爆発音と煙を、潜望鏡から確認した。続いて、もう2隻の潜水艦に対して、 砲撃を行った。しかし、いずれの攻撃も失敗に終わった。ライオンフィッシュは3隻を相手にしたと考えていたが、相手は燃料輸送に従事していた、六6 2の1隻だけであった。相手をねじ伏せたと考えた、ライオンフィッシュの艦内は喜びに包まれたと考えられ、戦時日誌にベリーハッピーと記すほどであった。翌11日にも潜水艦を発見して、 魚雷を発射したが、こちらは獲物にならなかった。紹介の終わりには、航空機乗員の救助任務に従事した。8月15日に戦争が終了。8月22日、ライオンフィッシュは58日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。その後、サンフランシスコに向かった。ライオンフィッシュは1946年1月16日に、ベアアイランド海軍造船所で退役した。 その後1951年1月31日に最終駅し、訓練巡航のため東海岸に向かった。NATO の演習及び地中海での巡航に参加後、ライオンフィッシュは東海岸に帰還し、1953年12月15日にボストン海軍交渉で退役した。その後、1960年にライオンフィッシュは現役に戻って再び任務に就いた。 今回の任務では、ロードアイランド州プロビデンスでの予備役兵、訓練官任務に従事した。1971年にライオンフィッシュは除籍された。あと、1973年からは、マサチューセッツ州フォールリバーにあるバトルシップ後部で、戦艦マサチューセッツ駆逐艦、ジョセフ・ P ・ケネディ・ジュニアなどと共に記念館として展示されている。映画、アセス・ライオンフィッシュ公式予告。 ありがとうございます。